ボルフトーン、または、ウルフトーンとは、演奏音と楽器の胴体の共振周波数が、一致した時に発生する、弦音の周波数を増幅、拡大した、持続し共鳴する、人工的なバイオンである。周期的なうなりを伴うことが多く、それが、動物の狼の吠え声に例えられたことからこう、呼ばれる。類似の名称を持つ現象として、ウルフインターバルがあるが、 これは古典音律において、純正音程から大きく外れているために、同時に鳴らすと、強いうなりを伴う音程のことを指す。チェロの G 弦の典型的な場所、駒とテールピースとの間に取り付けられたブラス製の、ボルフエディミネータに取り付けられた黒いゴム製のものは、弱ネキ。ボルフトーンは、通常、殺言楽器においての身目立つもので、特にチェロ及びバイオリン族において顕著であり、 発生した音が長い時間演奏されるため、容易に耳にされる。ボルフは E と F シャープの音高またはその間に存在していることが多い。ボルフは、ボルフエリミネータと呼ばれる機材で除去することができる。これは、原因となる弦のコマの下部分にフィットする、ゴム製のスリーブを内部に持つ、金属管、よび、取り付け用のネジから構成される。この管を弦に沿った、 別の場所に取り付けることで、ボルフの発生する周波数は影響を受け、または除去される。それは基本的に反響を抑えるアッテネータである。古いタイプのチェロは、ボルフ周波数に調律可能な語源を持ち、オクターブ上、または下を応源することでいくらか、ボルフを弱めることができた。膝で圧迫するトリックも使われた。ルーハリソンは、 セイモはバラブの新しいチェロのゴルフを生かした作品を書いていたと言われている。ありがとうございます。